今サービスエリアの植え込みに入っています。ご覧ください、足元にはペットボトルが何本も捨てられていて、さらにこちらに目をやりますと、お弁当の容器のようなものがずっしりと入っていて、これも捨てられています。ペットボトルにお弁当、空き缶にタバコ。岐阜県の名神高速養老サービスエリアは県内でも屈指の利用者数を誇りますが、今ポイ捨てが大きな問題に。トラックの方が中心に捨てられていることが多いので、駐車場止めて出る前にポイッとそこら辺に捨てて出て行かれる方が多いかなと思います。そこで立ち上がったのが岐阜県トラック協会とネクスコ中日本。昨日タッグを組んで一斉清掃に乗り出しました。そのきっかけとなったのが、報道いただいた後かなり多くのですねお客様の方からですねお声をいただいてます。先月22日にちゃんとで放送したポイ捨ての実態、愛知県の小牧インターチェンジ付近の防犯カメラを見ると、トラックの窓からポイ、こちらもポイ、また高速道路の真下の一般道にはトラックの行列が。無理だめだって、3時間以上っていうね、絶対。何の時間なんですか？だから時間調整じゃないの、次行くところは。ああ、なるほど。止めるところがないで、見待ちっていうことですか？そうね。荷主の指示で長時間待機させられる荷待ち。国は去年トラック G メンを結成し、長時間の荷待ちを強いる悪質な荷主などを取り締まっています。しかし中には長時間トラックを離れられないドライバーもいて、こうした実態がポイ捨てにつながっている可能性も。産業データも何も減ったりもあるので。昨日の一斉清掃ではこんなものも。作業員からはゴミに似つかわしくない黄金という言葉が。これはどういうもの？はい、これはですね、いわゆる黄金のペットボトルと言われるもので、ドライバーの方がですね、尿をあの中に入れてですね、そのまま投げ捨てていったものになります。長距離トラックのドライバーが車内で用を足して捨てられた黄金のペットボトル。いや、これも面白いしっこや。この日だけで100本近く見つかりました。中をですね、一つ一つ捨てて、かなり匂いも強烈なものになりますので、精神的にも苦痛が伴うようなものになるかなと思います。ネクスコ中日本と岐阜県トラック協会は、ドライバーの皆さんに直接啓発しました。マナーの教育とかもありますので、はい、しないようにですね言われてます。取材したドライバーは皆さんポイ捨てはしないと断言していましたが、サービスエリアの清掃はわずか1時間でこのゴミの山。どんな事情であろうとモラルの問題です。清流の国岐阜も悲しい事態となっています。